感染症学がご専門で大阪府の専門家会議のメンバーでもいらっしゃいます大阪大学医学部那名聡教授に聞きます靴那先生お忙しい中恐縮ですよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、東京も大阪も感染の急拡大が始まって3週間ほど経ちますが先生の病院で入院されている方の傾向など何か変化はありますか、うん はいあのやはり、まあ、感染者数がかなり増えてきたことで、えー、重症化する方が、まあ、少しずつ増えてきているなという状況ですね、まあ、これまではあの若い方が中心で、えー、重症化する方はかなり少なかったんですけど、まあ、今は少しずつ高齢者にも広がって、えーまあ、重症化して入院する方がポツポツと出てきているという状況ですねはい、はい、それではこちらでボード失礼します新しいデータをご紹介してまいります。はい 新規感染者東京のものですけれどもお伝えしていますように過去最多更新しまして1万4086人となっています先週の1.9倍です直近7日間の平均は前の週に比べて231.2%です重症者の人数見てみます東京都の基準で集計した重症者昨日14人でしたが4人増えました18人です亡くなった方今日は5人発表がありました 宿泊自失礼しました病床使用率見ていきますこちらも先ほど更新されたばかりです病床全体の使用率40%を超えてきました42.8%です重症者用の病床使用率は3.5%となっています昨日は2.5%でした1%増えています宿泊自宅療養者です宿泊療養者は昨日の時点で2566人 前の日に比べて75人減っています一方で自宅で療養する人は増え続けていまして前の日よりも6,349人増えて3 8,312人となっていますワクチンの接種状況です3回目のワクチン接種を完了した人は全人口に対し2.3%前の日に比べてまた0.2ポイント増えていますここで再び靴内先生です 先生こちらご覧いただきたいんですけれども、はい、3日前に先生が投稿したツイッターですねこちらですね。<laughs> またまんウかよとお時間の都合でちょっと省略しますけれどもあのまたまんウかよと思われている方も多いと思いますが医療提供体制がこれまでとは別の形で崩されてきていますどうかご協力のほどよろしくお願いしますという内容ですけれども先生、この医療提供体制これまでとは別の形で崩れてきているどういう意味なのか教えていただけますか。はいはいまあ、今までののの医療体制とというはコロナの患者さんが増えすぎたことによって 病院に入院されて他の患者さんへの医療の提供がまあ難しくなってくるということが起こっていたんですけれども今回は今の時点でその病院の職員の感染者とかですねあるいは濃厚接触者あるいは家族が濃厚接触者だから仕事に行けないとかですねそういう方がもうかなり増えていて病院の,その各部署であの欠勤者が多くなりすぎてですね 病院の機能を維持することが非常に難しくなっているということがあります。それに加えてその外来患者さんがたくさん来ることで検査が追いつかなくなっているということも課題としてありまして今、例えば PCR 検査をです、ね、出すと結果が返ってくるのが3日後とか4日後とかあるいはもっとかかったりということになっています。あの本来はあのすぐ診断をして 隔離をして周りに広げないようにということをしないといけないんですけど、まあそれがあの迅速にできないというような状況になってきてます。で、もう一つの状態は状況は救急体制がですねかなり厳しくなってきています。まああの大阪府でももうあの何十件その搬送先が見つからないというような事例が起こってきてますが、これはあのまあ発熱患者さんとか 受け入れが困難な病院が出ているとか例えばすでに濃厚接触者になっている人が救急車を呼んだ場合にいや、ちょっとやっぱりコロナの可能性があるから見れませんとかですねそういう状態が出ているのとあとは受け入れ側の病院もやっぱりその人が、まあ、休む人が増えて対応できないとかですねそういうことが起こって今、救急現場もですねかなり逼迫している状況になっていると、まあ、こういう感じで今、医療全体がですねかなり